31日付の朝鮮労働党の機関紙は30日夜韓国の軍事拠点や飛行場への攻撃を想定した戦術核打撃訓練を行ったと報じていますアメリカが戦略爆撃機を展開し韓国軍との連合訓練を行ったことへの対抗措置としています平壌の空港から北東方向に戦術弾道ミサイル2発を発射し 高度400メートルで空中爆発させたということですまた29日には金正恩総書記が全軍式訓練を視察したことも伝えられていますこちらも31日最終日を迎える米韓合同軍事演習に対抗したもので米韓との対決姿勢を強調しています